どうもおはようございます。中田敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のロト6について話したいと思います。昨日のロト6も、1つしか一致できなかった。昨日は20番台3つ出てて、それで当選できへんかってんけど、1等もまあ一口しか出てないから、まあちょっとは難しかったんかなと思うけど、なかなか当選が遠いな。それにやっぱり40番台が出た。だから次のロト6も40番台が出る可能性がある。あと30番台が全く、昨日出てないから何個かは出るんじゃないかなとは思ってんねんけど、ボーナス合わせても全く出てないもんな、30番台。だから30番台もちょっと考えた方がいいかな。30番台と40番台。30番台多分1個か2個は多分出ると思うから、あと40番台も出る可能性がある。連続で結構出てるから、それに出てる回数はここ最近本当に多いから40番台。あと、そやな、20番台が昨日3つ出てるから、次はあんまり出ないんじゃないかなって思ってます。連続で多く出るっていうのはロト6はあんまりないから、ロト7は結構そういう傾向にあんねんけど、ロト6は20番台が多かったら次の回は20番台全く出ないか出ても1つとか、そういう傾向が強いから、だから出る可能性はちょっと低いんじゃないかな。出ても1つぐらいじゃないかなと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。